ただいまから記者会見を行います。本日は知事からの発表事項はございません。本日の進行は IBC 岩手放送の浅見記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。おはようございます。 IBC 岩手放送の浅見です。今日は記者クラブを代表しての幹事者質問はありません。各社から質問があれば社名を名乗ってからお願いします。どうも、読売新聞の平本です。先日、平野さんが、副大臣に就任されたと思いますけれども、その際に知事は短いコメントを発表されて、松本大臣の職の時には会見というか、記者に対して直接接する場を設けられたかと思いますけれども、平野さんの大臣就任の時には、コメントを出されただけで、しかも、平野さんの大臣就任というのは今民主党政権が誕生して最初の本件選出議員の大臣就任で、場だったかと思うんですけれども、それを歓迎するようなニュアンスよりはむしろ、官内閣の大臣を求めるような趣旨が強かったと思うんですけれども、この辺の審議を教えていただけますでしょうか。超党派で自民党や公明党もだいぶ汗をかいて、復興基本法を成立させ、その復興基本法に基づいて復興担当大臣というものが設立された。そこで松本龍大臣が選ばれたわけで、そして岩手現地対策本部長菅原翔吾政務官の任命とも合わせ、国、県、市町村、市町村、県、国が一体となって、被災者にしっかり寄り添って、被災者支援から復旧復興を進めていくっていう体制作りのその根幹の部分で、復興大臣が急遽辞めなければならなくなったという事態を引き起こした。その復興、政府の復興対策本部長はイコール総理大臣でもありますので、その総理の責任、内閣の全体の責任というのをうやむやにしたまま、その先に進んでいくことを認めたのでは、これはもう被災者、被災地に申し訳ないと思い、まずはそこを政府として示しをつけるべきではということを強く主張したものであります。それに関連してなんですけど、平野さんがその復興省になられたということで、今日の本議会議場ですね、市町村県、国県がその一体となって、被災者支援からその復興に臨む体験ができたのが心強いというお話がありましたけど、本県選出ということで、非常に地域、岩手のことも重視されていると、平野さん。そういうところもあると思います。あと民主党 の国会議員として知事ともですね、一緒に仕事をされたこともあると思います。そこら辺の期待ですね、平野さんに対する、平野大臣に対する期待というのはどのように思われるでしょうか。被災地被災者 この現場のニーズに即して、およそ300くらいの政府に対する要望とか、またほぼイコールそれは県の復興基本計画の取り組むべき内容ということでもあるんですけれども、それを進めていくために力を合わせて、全力で進んでいかなければならないと思います。岩手ならではというかですね、岩手 の県ですね、岩手からこの福田選手の国会議員の平野がその大臣になられたということに関してはどうですか。その総理の任命権に関わることで、それはイコール総理に対する評価ということだと思うんですが、何やら国会の方でその
質問に答える形で、何か謝罪の言葉があったと聞いているんですが、私は総理からの正式な謝罪というのは受けてませんので、そういう意味で松本大臣が辞めた以降 の総理の動きに対する評価についてはけじめがつかない以上はコメントは控えたいと思います。最後ですね、その大臣受諾に関してですね、民主党県連としてはその県連として早期退陣を総理の早期退陣を求めていたにもかかわらず、その大臣を平野さんが受諾したことに関しては非常に県連の方針と沿わないというようなコメントを出しています。それについてですね、その平野大臣がその大臣を受諾されたということについて、延命につながるんじゃないかという一部で、批判のというか、批判のいた話も、変面から出るんですけど、それについてはどうですか。繰り返しますけれども、そもそも、復興担当大臣という復興基本法に定められた根幹部分をきちんと執行できなかった内閣の責任、復興対策本部長としての責任というものを私は問題にしていますので、そこから先のことについては特に考えています。与党連合で佐々木と申します。復興が進んでいくにあたりまして、復旧もそうなんですけれども、公共工事というのは必然的に増えてくると思うんですが、例えば暴力団がですね、介入してくるようなことがないようにですね、復興事業を健全に進めていくという観点から、知事の方策、あるいは考えのことがあればお聞かせください。ちょうど県の方の条例でも、この暴力団対策の新しい条例を制定していたところでもあり、県の暴力団対策 この県の団体の方でもですね、その条例の趣旨に基づきながら、それぞれ民間の方でもですね、気をつけて、暴力団がこれを経済活動、社会活動に参加してこないように気をつけようという体制ができていましたので、それをこの復興のさまざまな事業にもきちっとやっていくという考え方で進んでいけば、きちっと配慮できると思ってますので、そういうふうに進めていけばいいと思います。その件で、例えばその実際にも暴力団が活動しているのではないかというような事件が発生したりということもありますけれども、例えば県のチェック機能を強めていくとか、そういった予定もありますし、まず警察の方では特に気をつけてやってくれているというふうに理解していますし、あとは暴力団追放のための県の団体というのはもう常にあって、その場でニュースレターの発行から始まって、さまざまな情報交換とかもやっていますので、その場も活用しながらですね、これはもう官民一体となった、またこう地域も巻き込んだ対応が必要ですので、きちんとやっていきたいと思います。肉牛から放射性物質のセシウムが検出された問題が全国で広げていますけれども、畜産店でもある岩手にとって、この問題、改めて何か県として新たな対策を考えているのか、あるいは、どういうふうに受け止めて今後対策を行っていくのかという点について教えてください。はい、国の基準値をはるかに上回る、桁違いのこのセシウムが流入している、稲わらを餌として食べさせたことが
原因というふうに理解しているんですけれども、岩手においてはきちんと牧草のチェックをして、国の基準値を、わずかに上回るような結果といったところも、それを飼料にしないように徹底し、また旧市町村単位でのきめ細かい計測チェックもしたところでありますので、そういう計測に基づいてきちんとこう明らかになったところ、そういう情報に基づいて、また国の基準を上回るものについては決して無視に立てさせないということを徹底することで、今回のような事態を防ぐことができましたので、その旨、今朝の町議でも確認徹底を図ることとしたものであります。それではこれをもちまして記者会見を終わります。